こんにちは。今日は10月15日、朝収録しております。今日のレッツ動画です。ちょっとパターンを変えていきたいと思います。さあ、私の顔のこちらに見えているのが、編集ソフトですね。9月の末に100年続く着物屋さん、そちらの方で、振袖の前撮り撮影に来たお客様をインタビューしたり、一連のストーリーにした動画編集してるんですね。で、1人につき大体30分ぐらいの動画素材があります。今その動画素材をいろんなところ省いていって20分にしております。さらにここから2分から3分にまとめていかないといけないんですね。っていう風になってくると、重複しているようなものであったりとか、もしくはちょっと長い素材もあったりするんですけど、それをいかに魅力的にしていくかっていうところがこの編集の醍醐味だと思うんです。でやはり常に思うのは、編集するときに、この動画を見て、この動画を見せたい対象のお客様というのはちゃんと聞いておりますので、その人たちがこの動画を見たときに、あ、ここのお店に私も行きたいってこう思ってもらえるように、すぐにでも問い合わせしようというようなきっかけになるように、その環境をどのように動かすかっていうところが非常に、この編集の醍醐味です。ですので一通りではなくて10通り100通り1000通り、編集する人が変わればいろんなストーリーが出てきます。ただ、撮影する前にそういうふうなコンテを作ってですね、こういう順番で撮影し、そういう編集していくっていうことをあらかじめ決めてますので、案外カットっていうのはさっさっさっさしていかないといけないんですね。今日は編集の画面を見ながら、お話しさせていただきました。ということで皆さん、動画やってみましょうね。レッツ動画。